疲れい。お疲れ様です。さあ、はい、久々の足場動画ですよ。はい、読書の皆さん労働監督署で働く何万人の社員の皆さんこの安全帯使っとるこの姿見てください。皆さん安全帯使ってますか？もっと大きい声でお願いします。安全帯使ってますか？おかえりだよお前まあ、ね、なかなか現場の動画撮れるんですけど、あ、はい、俺今今日久々にね現場来たら完璧だな。はい、まあ、しっかり安全帯使いながら最後にしようし、二丁掛けなんで上手にかけてやっとるよね、見てると。ちなみにこれさ、はい、現場こっちから見ると一応本当にね今12階建てかなんかもやってるんですよ。何キロ？あ、そうです。12階建て、はい、大きい物件も多いんですけど、これ全部うちがこれ真ん中に塗っとるんだよ、正面からな。これ何階建て？5階建てぐらい？5、6階ですね。え、5、6階ぐらいか。はい、ここは千種加工山。はい、主婦がランチ食って自慢するところですよ。今日は加工山でランチ食べてきましたみたいなところですわ見てけよ、今から通る人も赤いコートだぞ、はい、見てけよ、これも自然に言うですよ、はい、ね、これが加工山っていうところですよ。はい、あ、おしゃれですね。おしゃれ、やっぱり加工山の人おしゃれだわあ、俺、ね、まずみんなね安全帯こうやってびっちりつけて、うん、素晴らしいね、はい、なか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 ないよな、はい、うん、これ大変だよな。いやでも上一人しかバラせんってことだもんな。あ、バラしてる人一人で後の運んでる人確かに異様な光景だよこれ、はい、異様な光景だよ一、はい、人しかバラしてない。下ろす作業が大変なんだなこれな、はい、ちょっとじゃあ現場自慢しようか。このうちのいかに美しいかって、はい、いやでも綺麗だろ、艶が全然違うだろ、はい、ちょっとさちょっと角度でさ輝く、あ、な、うん、これこの艶でんよ、はい、結局艶なんかどうでもいいわとか言うじゃん。だろ、だけど艶っていうのは結局劣化すると艶ってなくなってくるってことは、はい、でも艶が立っとるってことは塗料が傷んでないってことだもんな。あ、そうです。そうそう、だから、はい、水性の絵の具と油性の絵の具だったらどっちがツヤツヤになりますかって、はい、これよく言うの。水性剤だとやっぱ色も立ちも悪いし、色無理やりつけるから水性の絵の具って。あ、水性の絵の具の赤と油性の絵の具の赤ってお絵描きでも全然色違うでしょ。そうです、赤の方が立っとるやん、はい、だから本当色っていうのは基本的には油性なんだよ。要はあのこういう貼り物とかこれカルプっていう文字じゃん、文字貼っとるじゃん、出っ張ってる、あれカルプ文字って言って、はい、あの膨らんどるやな。でこういう向こうのもそうだよね、加工、加工山プラザだよね、もうザ加工山だよねダメじゃねえザ加工山プラザ、ないのもそうだ、基本部品とか物っていうのは油性やな、はい、で鉄分、トイ、プラスチック特殊なところに塗るのって全部油性だろ、はい、だからもう絶対に油性の方が強い、あの密着力もある、はい、うん、だから水性使う塗装屋さんが何で多いかって言ったら手間が楽なんでしょ。水性の水で希釈できるし、はい、まあ、ハケとかも洗うのも楽だし、芯なゴミが出んし、まあ、そんな感じかな。まあ、だけど本当綺麗だな。またこれ黒だもんね、締まってかっこいいなこれな。そうですね、うん、これタイルは塗ってないでしょ、これ塗ってないか。て輝き、あ、いや、よいしょ、取る、あ、そう、あ、すごいな、うちすげえよあ、これ後でやるんかもしれんな。トイまだやってないだろ。あ、足場解体しかやるんだ。俺トイちょうど見て、視聴者の皆さんこれこれうちこれ取るもこれ2液使ってんだ、はい、もうちょっと色の方が綺麗に見えるな。あ、これ取るもうなきゃだよ。これがこれになるの。結構交換する人も多いけど、まあ、塗りはめちゃくちゃ綺麗、新品の時より綺麗になる、はい、あー、これこれあれすごいうわーすごいツヤツヤ、ね、これなんかもう本当にもうプルプルやん、肉厚もあるだろなんか俺宣伝みたいな、なんかこれ
高田ショッピングみたいなこの肉厚すごいですよ、この色つやと肉厚が半端がないです。このプルプルのこの肉厚がうちの塗装なんですよね。すごいでもツヤ、うん、すごいな。まあ、ここだけ残念だな。やってあげたいな、これな。な。はい。うん、おぉ、家庭商品なんだ。あ、今日イケメンおるじゃん。これな、階段下ろしようよな。はい。まあ、足場の職人になったら、まあ当たり前ですよ、かもしれんけど。まあ、アルミナで案外軽いんだけど、昔は全部手伝ったの。おるわけじゃん。まず、お前ら新人けど。手伝ったぞ。140キロやった。それ手で片手で下ろしよう。140は。当たり前だよ。だからこんなマッチョなの。これこっち行っちゃった。あ、泣くなよ。すごいな。あそこにイケメンおるね。マスクして。あ、マスクしたやつな。早いですね。あ、早いな。まあ、あっちゅうまやな。もう見とると、いつまでも見とるだろ、ほんとな。もう手際がいいと、どんな仕事もそうじゃん。あ、はい、壺作ったりとかさ、髪の毛とかのああいうカットのやつもさ、うまいことなこと、うえってな、見とれるだろ、インスタとかああいうの見とれると。確かに。これでもずっと見とれるんだよな。手がパッ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 しとると。肩一回降りてこいよ。降りてこいよ。あ、やだ。つなぎ、あ、終わってからいいよ。ありがとうございます。まあ、適当に下で取らしまったわ。もうなんか降りてこいへんな。ドッキリでもやったのかなと思ったけど。ファイヤー沈下してみたらやったのかな。いや、沈下できない。誰にもできないんで。はい、すいません。殴られるな。どう？もうどう？もうこれでもう終わっちゃう。そうですね。でも、ちょこちょこ来てるで、まあいいね。そうですね。助かってます。もう僕しな。全然違う。若い人はもう寄せ行っとるか。そうですね。ってことは結構一緒に大事にしてくれとんだね。前、親方の時一番俺らがさ、よかったな。そうですね。どうやってみる？だいぶ、助かってます。本当は僕のこと嫌いです。結構嫌いちゃった。ちょっと待ってください。いや、言ってないですね。現場で必要ねえだろうとか言って。そんなこと言ってないですよ。でも、実は、カンタ君も、ファイヤー、いるんですよ。現場で。ちょっと恥ずかしがりながら、言ってますね。そう。気遣っただけじゃん。でも、リュウジ君以外、みんな言ってますよね。そうですね。みんな言ってますよね。リュウジは言わんわ。リュウジ君言わないです。嘘。リュウジ君は、まあ言わなさそう。ていうかあいつ材料渡してくる。声出さそう。危ないですね。危ないよね。声出した方がいいし。まあ高いとこ登っても怖くないんですよ、声出してると。ああ、そう。電気になってくるし。はい。ファイヤー、そうだ。そうですね。やっぱある程度声出さないと、やっぱりカン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 の音でかき消されちゃうんですよ。ああ、それはあるな。絶対。なんでファイヤーっていうの？わかりやすい。そういう、まあこの世の中で一番気合い入る言葉ってなんだろうって考えた時にファイヤーしか出てこなかったです。だんだん圧に押されてるし、だんだん気使って、俺も寄ってくしな。だんだんこうなんか。はい、じゃあ今日は足場の解体、久々に来たね。そうですね。うん、これ久々に足場の解体見れたところでちょっと一つ宣伝なんですけど、求人マッチングと、まあ、建設業のマッチングやってるんですけど、今求人のマッチングが600社か。超えた、600社超えたところで、まあ、まだ今のところちょっと有料化しなさそうなんで、ちょっとずっと無料でやってるんで、ぜひ登録の方と。で、今ちょっと俺全部メール来るように設定したもんで、そしたら職人さんすっげえ来てんだ。来た、求人。一人だけ来ました。ごめんね。一人来たっすよじゃなくて、一人だけって言ってるから。悪口だよな。メールで来るんですよね。ああ。気づかないんですよ、一日に何通も来るんで。そんなに来た。ああ、他のメールと、そうなんかぶっちゃう。実は何通か来とるかもわかんないです。ああ、そういうことだ。いや、これね、本当にアップデート考えとるから、職人もこっちから見えて、メール送れるようにとか全部やったほうがいい。
スカウトで僕らからですか。そうそうそう。いいですね。こいつ経験何年だとか、1万5千でうち来ないとか、はい、1回会って話さないっていう、スカウトができるようになったらよくない。そうですね。なるほど。ちょっとそこをアップデート考えてる。ちょっと今、外気とそのマッチングを作ってるもんで、それやってないけど、まあそれぐらいまではまあ無料でやって、まあ次ぐらいから有料化したのかなと思ってるけど、うん、まあ年会費1万円とかね。まあ、そんなレベルでいいかなと思って、まあそれよりも実利じゃん。はい。一人一人紹介してくれたら、まあポイント制じゃないけど、そういう。で、外気とそのマッチングも本当にまあできるだけ安くっていうのを徹底して作ってますんで、まあこれ本当もう冗談じゃなくて本当にいいものって言ってますんで、これも今俺もう、まあまあ俺打ち合わせしとるよな。はい、でも紙で全部書いて作ってるんで、本当に面白いものができる。こうやってアイデアがいっぱい入ったら、本当に安くていいものができると思うんです。ぜひそっちの登録もお願いします。お願いします。よし、せーの。また見てねYeah.